それスノーマンにやらせてください SP、ご本人と完コピダンス、対決にゴールデンボンバーが登場。本日9月13日19時より放送の、それスノーマンにやらせてください SP、TBS では、ダンスの完コピレボリューション、第7弾を放送する。今回は、スノーマン、ENHYPEN、後藤真希率いる、完コピ女子選抜チームの、三つどもえのダンス対決に、松井樹里奈の AKB48 初センター曲、大声ダイヤモンドでは、渡辺翔太と ENHYPENJUNGWON が、本家の松井に挑む。スマップの楽曲、ダイナマイトでは、深沢達也&向井康二 vs ENHYPENJUNGWON& ニキーのガチダンス対決となる。さらに、後藤真希&松井樹里奈のグループセンター経験者コンビのコラボダンスも。また、岩本照、HEESEUNG、桃色クローバー Z 佐々木彩香は、BTS の超激ムズ曲、対決を繰り広げる。さらに、ENHYPEN の代表曲で、ENHYPEN vs 宮舘涼太の超ハイレベルなセクシーダンス対決や、桃色クローバー Z の夏の名曲に、ENHYPENHEESEUNG& ジェイクが挑戦するなど、同番組でしか見られない激レアダンスが次々と披露されるという。ご本人と完コピダンス対決では、ゴールデンボンバーがサプライズ登場。ゴールデンボンバーと一緒に、あの名曲、オードリ、完コピを目指す。岩本照&ゴールデンボンバーダルビッシュ健二の、仲良しSASUKE、コンビのコラボダンスも実現。しかし、まさかの事態で大波乱の展開が起こる。